本日のストップ高め柄はこちらになりまます。す。一つつずつ解説していきますキチリホールディングスはレストラン経営における飲食事業フランチャイズ・ライセンス事業展開スマート先行ソリューションの開発販売提供ホテルなどをしている会社です急騰した理由は株主優待が改善されたからですアバランスはグリーンエネルギー事業建設機械事業 IT 事業をしている会社です 急騰した理由は、数企業績予想の情報修正を発表したからです。ネオマーケティングは、マーケティング支援事業をしている会社です。急騰した理由は、自社株買いを実施すると発表したからです。新たゼラチンは、食用、医薬用、写真用、ゼラチン、コラーゲンペプチド、化粧品用、細胞培養用、生体組織工学用コラーゲン、ゲル化剤、安定剤等の食品材料の製造。 販売をしている会社です急騰した理由は今期の計上利益と配当金を情報修正し11期ぶり最高益と発表したからです。久し屋はホビー関連品の企画製造販売 OEM オリジナルコンテンツの創出と展開をしている会社です。急騰した理由は7から9月期の計上利益が増加したと発表したからです。中央科学は 樹脂製食品容器の製造販売などをしている会社です急騰した理由は先行グループホールディングスが連結子会社化を目的に TOB を実施すると発表したからですプロジェクトカンパニーはデジタル領域における新規事業開発からサービスサイトにおける UIUX 改善さらに SNS マーケティング コンテンツマーケティングなどのデジタルマーケティング領域まで一気通貫で取り扱うことができるデジタルトランスフォーメーションのプラットフォーム企業です。急騰した理由は1から9月期の経常利益が増加したと発表したからです。KPP グループホールディングスは紙、板紙、紙加工品、パルプ、コシ化製品、紙関連機械、放送資材などの売買及び輸出入などをしている会社です。急騰した理由は 23年3月期の業績予想と期末配当計画を情報修正したからです毎日ストップ高した株の解説をしています今後も継続してほしいまた見たいなどあれば是非チャンネル登録高評価コメントをお願いします